リンゴ農家の1年間のスケジュールみたいなものを説明できたらなと思っています。青空スタジオ完成しました。こうやってジュースにしたりジャムにしたり家族もみんなで楽しみながらやってます。皆さんこんにちは、あぜがみさんファームの横さんです。今日も視聴ありがとうございます。さあ今日はどこにいるかというと、あぜがみさんファームの青空スタジオ完成しました。今日はここのあぜがみさんファーム青空スタジオからリンゴ農家の1年間のスケジュールみたいなものを説明できたらなと思っています。どうかお付き合いよろしくお願いします。前回の動画で2月農家は何をしているか話したと思うんですけれども、2月から4月ひたすら剪定してるって感じですね。畑に雪が降って、雪が積もって足元が悪いみたいな時は無理をせずぼちぼちやるかみたいな感じで、1月の終わりぐらいから始まって、でもうひたすら剪定をしていくっていうのが2月から4月ぐらいまでの作業になります。2月の時期はこう見てもらうと分かる通り、葉っぱも花も実も何もついてない状態なので、この時期にだいたい将来的に畑をどうしていくかみたいなビジョンを考えながら、畑を作っていくっていう作業を今の時期にしています。で5月ぐらいになってくるとだんだん花が咲いてくるので、中心の花に栄養を生かせるために周りの花を取る摘果っていう作業を5月ぐらいから始まっていって、で花もずっと咲いてるわけじゃなくて、もうどん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 実になっていっちゃうので、摘果をするんだけどどんどん実にもなっていくから、花を摘みながら、実も取っていくっていう作業になります。時間勝負みたいなところもあるので、人手をかけてみんなでわーっとっていうのがもう毎年少し忙しくなる時期ですね。摘果した実っていうのがもう最後の方になってくると大きい実もこう取るんですけど、地面にどんどん落としていくんですね。ゴルフの打ちっぱなしの練習場みたいな感じになってくるんですけど、あぜがみさんファームではそのリンゴの実で転んだら一人前っていうことわざがあります。その摘果の時の写真がこちらです。摘果っていうのをだいたい7月いっぱいぐらいまでやって、夏の暑い時期はもう熱中症とかもあるので、あまり無理をせず少しゆっくり木が折れてないかどうかとかをチェックしたりとか、畑の草刈りをしたりとか、少しゆっくりする時期になりますね。5月とか6月はあぜがみさんファームはさくらんぼの収穫期も迎えるんですよ。でさくらんぼも収穫したやつをその日に梱包してお客様のもとに発送するっていう作業もやりながら、摘果もあってさくらんぼもあってっていうので、本当に1年に1番2番ぐらいに忙しい時期になります。でさくらんぼの詳しい作業とかについてはまたさくらんぼの時期が来たらご紹介しますね。草刈りは常用タイプの草刈り機で畑を走り回るんですよ。それが僕が結構好きな作業の一つですね。そして11月の中旬か下旬ぐらいから、あぜがみさんファームの一番メインとなる品種の富士という品種が、収穫を迎えます。さっきさくらんぼの時にこの時期が1番か2番ぐらいに忙しいって言ったかもしれないんですけど、その富士の収穫が始まると本当にさっきと同じぐらい、もしくは もっと忙しいんじゃないかっていうぐらい忙しい忙しい連呼してますけど、忙しい忙しい日々が始まります。でなんでそんなに忙しいかっていうと、やっぱり収穫して梱包して発送するっていうのを全部家族でやって、できるだけ旬の時期にやっぱお客様のもとに届けたいっていうことになると、やっぱりどうしても限られた時期の中で一気にやらなきゃいけないので、もう明るいうちは収穫して、で夜はもうずっと梱包してで発送するっていうのをもう1ヶ月間ぐらいずっとやる形になりますね。すごく忙しい時期ではあるんですけど、でもやっぱりその時期にお客様から美味しいリンゴが届きましたっていうお手紙をいただいたりとか、メールいただいたり電話いただいたり、お客様と接する時期にもなるので、そういう嬉しいお言葉にはいつも本当に励みになっているので、家族もみんなで楽しみながらやっています。で、12月から1月にかけてなんですけど、富士の時期が終わったら大体
1年はもう終わりになるので、お客様に届けて少し余った分の富士をこうやってジュースにしたりとか、ここにあるジャムにしたりっていうのが1月ぐらいに大体やりますね。というわけで、まあ大体これが僕たちあぜがみサンファームの1年のすごく大まかな説明になります。それぞれの時期が来た時にまた詳しく説明していくと思いますので、ぜひ楽しみに待っててください。それでは僕と一緒に1年のリンゴの成長を楽しんでいきましょう。それではチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。ホームページもあるのでよかったら見ててください。そしてぜひジュース、ジャムも買ってください。では以上、あぜがみサンファームのよこさんでした。